楽しいバトルにしようね。楽しいバトルにしようね。あら、どっちや。どっちや、どっちや。すごい豪華な副音声になってましたよ。すごかったね。声を出さずに相手とコミュニケーションができるようエモート機能を実装予定です。おー、すげー。このアプリで流れる音声収録終わりまして、はい、あら、ゆきさんが、はい、あのちょっと変わった点というか面白かったなっていうのが、今までのシャドーバースでありさちゃんがゲーム内に出てきて戦って勝ったり負けたりするので、はい、結構力を入れたりしたんですが、こういう風に使うアプリなので、ありさちゃんがゲームを楽しんでる、ありさちゃんがプレイしたよみたいな感じで、ちょっとメタっぽいじゃないですけども、あの楽しんでありさちゃんがゲームをプレイしてるみたいな収録ができて、新しくて私は面白かったです、はい、ぜひ後で聞いてみてください。なるほど、うん、アナログならではの。そうですね、そうですね、うん、面白い。新ありさ、うん、あ、読み込んだやつってことですね、はいはい、これはもうゆうきさんの声は入ってるんですかね。入ってると思いますね。これだから体力こうやってやるんですね。あ、すごい。あ、うん、計算がこれ便利ですね。しやすい。紙とペンいらずPP、ローズリーフいらず、PP もこう増やしていける。わあ、すごい。エモートやっていいですか。めっちゃ便利やな、これ。はい、お願いします。アプリ版と一緒なんですか、ね、一緒ですね。あ、出てきた。うわ、いきますよ、じゃあ。楽しいバトルにしようね。わあ、あら、楽しいバトルにしようね。あら、どっちや。どっちや、どっちや、いい感じだよ、いい感じだよ。おー、どっちが、どっちが今言うてんねん、これ。間違えちゃった。間違えてないよ。すごい贅沢やな、おい。会話する。いいプレーだね、いいプレーだね。あれ、声変わった、声変わった。そんなカードが。ちょっと、あの、可愛くというか、うん、明るくやった結果、はい、やっぱりちょっと煽りっぽい感じにも。煽りっぽいな。そんなことない。どれを使おう。使いどころが大事だと思いますので。なるほど、はい、すごい。ターンエンドもできますんで。ターン終了しますね。ターン終了だよ。おー、こんなんね、はい、こうやった。すごい豪華な副音声になってましたよ、途中。いやいやいや、すごい豪華やったな。すごかったね、うん、ゆうきさんのやつは私の方にもありまして、ね、こっちはあのカードを読み込む前のよく皆さんが見ているアリサちゃんですね。映ってますね。こっちは声、今のと違うんですよ。よろしくね。ほんまや、ゲームと一緒ですかね。いや、これ再録のよろしくね。すごい。そうなんすか。撮り直したんや。ちょっと似たようなよろしくねを。ありがとう。ちょっと明るくなってる。確かにちょっと違いますね。ちょっと違う。わ、この全力を見せてあげる。バリエーションですね。そうですね。なのでこっちは通常のありさちゃんなんで、読み込んだ方のありさちゃんの方がちょっと強気というか、ちょっとだけなんですけど、はい、力んでやった記憶があります、レアなんでね。すげー、はい、ターン終了。あ、もうなんなかった。すごい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 な、これ。いや、収録楽しかった、はい、こういった形で豪華、はい、豪華なアプリになっております、はい。シャドーバース気づけばもう長いタイトルになってましたけども、うん、もう初期の頃からスタッフさんとか制作さんとかキャストもみんなアナログのリアルカードになったら嬉しいよね、いつかやりたいよねって話を聞いていたので、こういう場ができて、こういう制作発表ができて本当に嬉しいな、そしておめでとうございますって思います。それこそ今はアナログからデジタルのことが多い中、アナログになるのがこんなに楽しみなことってあんまりないと思うので、学校とかそれこそ公園とかサイゼリアとか、あの、いろんなところでいろんな人たちがシャドーバースやってる姿が見られたら私も嬉しいです。楽しみにしててください。本日はありがとうございました。ありがとうございます。